こんにちは。今回は鬼滅の刃刀鍛冶の里編第5話に対する視聴者さんの反応を見たいと思います。それではどうぞ。今日も善逸が可愛い。お前多分加減レベルくらいならなんとかいけるだろう。失神して終わった。横顔かっけーな時とくん。金森さん、今度はこっちが襲われてた。時とさんすごい。むいむいかっこいい。みんなデフォルトで口が悪い。刀こんなにボロボロになってたんだな。感謝したらいいですよって小鉄は一言多い。炭治郎の手配か。炭治郎の根回しすごい。刺す炭治郎ほんま優しいな。今は急を急ぐんやで。里が心配だ。いや、ダメだ。小鉄くん、腹立つ言わないの。すでに鬼が来ている。センシティブ鬼来た。面倒な奴が来やがった。これは素晴らしくない壺。魚はいないけど壺があるからやばい。出たなクソキモい上限。ぎょっこいつ見ても気持ち悪い。ここに来て上限本体面倒ね。た、のくん大量発生中。敵襲だ敵襲だ。ここまで金魚を鬼目できるのすごい。警鐘鳴らしていた人がモブか獅子がやられていく。みつりちゃん来た。おお、みつりちゃん。みつりちゃんの初戦闘シーン。かんろじちゃん強すぎ。太ももえ。でかい、ムチムチ、かわいい。かわいくても強い柱。みつりちゃん頼りになる。おさがやべ。やはりモブに厳しいアニメ。吐血してる。おさが早くも死にそう。刀鍛冶の人で初めて顔出たのでは。みつりちゃん間に合った。みつりちゃんかわいいね。これがみつりちゃんの刀だぞ。刀がリボンみたい。ファンタジー刀。すごい刀がピンク。恋の呼吸きた。恋の呼吸きれい。鱗剣にいた刀狩りの蝶の巣はのたちみたいだな。みつりちゃんだけプリキュアなんよ。かわいい。技の名も音もキリッとしたみつりちゃんかっこよ。みつりちゃん戦っててもかわいい。甘露寺みつりさんがっつり梶浦さん楽曲やんけ。これは熱い。おっぱおクッション。鉄人さんはかわいいおじいちゃん。この色じじい。ヒロシと変わんないのくさ。手をつないでください。気持ちはわかる。セクハラ野郎ばっかやん。一方こっちはなおも厳しい。お兄ちゃん抱えて走ってる。兄を担いでるねずこちゃんすこ。ねずこ電気攻めかい。雷がアニメになるとめちゃくちゃ迫力あるわ。炭治郎頑張れ。こんな時でも冷静である。すぐに回復させない攻撃。綺麗に吹き飛んだな。強い上に人数いると本当にやばいな。甘露寺アイキャッチかわいい。時とアイキャッチかっこいい。さあここから面白くなるぞ。状況が悪すぎる。日輪刀を素手ではまずい。めちゃ痛そうだが。禰豆子ちゃん、血をまとわせてる。刀に血をつけようとしてるのか。刀にバッケツ使うつもりか。ぎょっこマジでキモい。二人してムイくんの後ろかわいい。作品見せなくていいです。人間いけばな来た。ギャー出た。これほんと無理。これを地上波でやるんか。うわぁ、むごい。こんだけ刀鍛冶を殺したのか、怖い。死体をもてあそんだのか。行かれてやがる。これ子供に見せられんだろう。しかもまだ半分生きてるっていうのが。断末魔グロすぎる。趣味が悪すぎる。一生トラウマだろう。これグッズ化して売るってマジ？あの無一郎くんが顔をしかめたぞ。何かデビルマンの人面みたいな嫌な鬼だね。無一郎がちぎれきた。時刀の切れがおかっこよすぎ。ぶちぎれ時刀くん。壺から壺を移動できる。無一郎、原作よりやばいかっこよすぎる。肯定感強い上限の鬼。時刀くん、全く聞いてないのくさ。ぎょっこの感性が狂ってるんだよ。やっぱ柱かっけえな。変な金魚きた。土佐金と刀鍛冶の里の姿。やばい、小鉄くんと金森さんが。時と組んだかばのか。ああ、痛い痛い痛い。刺さってる、刺さってるよ。これ致命傷になってない？時と組んの記憶が。無一郎くん、無限城の時もだけど割と黒い目に合うよね。原作者の性癖もだいぶ趣味悪くない？上限、毒使い多すぎる。顔中に針が痛い痛い。水攻めきた。ほう、水墨鉢、ナルトで弦薄いローの術か。呼吸にメタ張るのは賢いな。サディストにも程があるぞ。ぎょっこ、どんだけ初見殺しの技を持ってんだよ。
禰豆子も手痛い痛い。日輪刀にバッケツが。なんか、すごそう。バッケツと来た。エンチャントファイア。激反め、じゃかっこいい。また先祖の記憶、ご先祖様。つや子さん禰豆子に似てるね。これは遺伝した記憶だ。唯一ダメージを与えたこの刀。思いに応えろ。頑張れ炭治郎。見切れる煉獄さん。煉獄さんも映してくれ。みんなの思いが炭治郎を動かす。俺はそれに応えなければ。鬼さんずっと二人並んでて可愛い。細胞レベルのトラウマ。無惨様は本当に怖かったんだろうね。アザキター。格闘キター。炭治郎覚醒。クソかっこよすぎる。このシーンの炭治郎、煉獄さんを思い出す。めっちゃ炭治郎かっこいい。相変わらず映像めっちゃ綺麗だな。すげえ、まるで少年漫画みたい。作画すげえ。炭治郎バッケツフォームだ。作画かっけえ。映像美がやばい。神作画すぎんだろ。相変わらず動きがえげつない。かっこよすぎない。作画お化け定期。一気に3体同時に。いや強すぎ。あんた暗算行動炭治郎かないっす。日の神かぶらかっこよすぎる。だけどこの代償がでかすぎるんだよな。あれ、いつの間にか4体目も倒してる。玄野の様子がおかしい。鬼化しとるやんけ。これが玄野のマレチの能力である。ああ、終わった。こそこそ話きた。毒じゃがいも。甘露寺さんかわいい。ほんとお胸でっかいな。褒められたら調子に乗るタイプ。甘露寺さんマジでお嫁さんになってくれ。毎回あっという間に終わるな。また1週間待たないといけないのか。体感後分かってみんな言ってて意識共有されてるのを実感。気がついたらエンディングだもんね。なんやこれ、映画か。これぞ鬼滅の刃っていう作画だな。かっこよすぎ。本気の作画すげえ。これがあるから鬼滅のアニメは視聴をやめられないな。原作も刀鍛冶編まで来るとかなり画力が上がってきてたけど、アニメになるとやっぱ迫力が違うな。刀鍛冶編つまらんって前評判なんだったの。めっちゃ面白いやん。善逸伊之助でテコンから、この二人のファンからは評判悪いだけだろ。日の神神楽はやっぱり素晴らしい作画。来週からも楽しみ。先週の微妙さは何だったんだってくらい今日良かったわ。鳥肌立ったわ。漫画じゃよくわからんかったけど、こんなかっこよかったんか。いろいろアニメならではの演出で見せてくれて今回は満足。ちゃんと原作のカット再現しつつ演出盛りまくるアニメ化ガチャ UR。 本気放送してるアニメが勝てるわけねえのがよくわかったわ。作画ももちろんすごかったけど、姿が重なるからの BGM が超かっこよかったから、もう一回見るか。今回は日の神は良かった。なんで身体能力も上がったのかわからんが、朝が発言すると身体能力がぶち上がる。炭治郎の朝は少しずつ大きくなっていくぞ。朝の形が変わった時は身体能力強化バフ付与中。あの構え、刀、気迫で嫌をなくわからされる。トラウマビクビク物語。自分の記憶じゃないものにビビって負けるとか嫌すぎる。煉獄さん羽織だけで見切れてて笑った。いくら何でも見切れすぎだよな。あれはあんだけ出すなら全部出したれよって思ったわ。声の呼吸はエフェクトで派手に演出してくれるかと思ったら意外と控えめで残念だった。それ以外は文句なし。恋柱のエフェクトシーンは渦井みたいに後半にとっとく感じかもな。さすがにあれじゃ地味すぎる。なんで父柱だけ雑魚相手なん。上限相手に苦戦するところが見たいのに。まだ5話だぞ。このまま終わるわけねえだろ。恋柱の刀が原作のイメージ以上に長く見えた。あれ本当に鞘に収まるのか。細けえことはいいんだよ。使う方もすごいが、作った鉄鎮師匠もすごいわ。太くていい。ムチムチ具合がたまらんな。甘露寺いい、すごくいい。ヘチマみたいな靴下履いてるよね。もうちょっと可愛い色にしてほしかった。仲間だと思ってたやつがラスボスの鬼ってことか。髪の色まで変わるんやな。戦闘シーンのクオリティなどに目が行きがちだけど、ギョッコに短歌切った無一郎もかっこよかった。時藤肌松五さんの説明中に切りかかるの好感度高かった。さすがやで無一郎。顔に何本も太針刺さっても無表情だったが大丈夫なのか。ギョッコの手がいっぱい動いてて感情を表してるのがすご。鳥海うまいな。あの悪趣味な芸術作品そのまま出してきたか。ギョッコの作品もっと控えめかと思ったらすごくやってくれたね。ここは本当気持ち悪かった。巨大オブジェ化しててビビったわ。大人5人分実物大ならそんなもんかもしれんけど、あんなにでかいと思わなかった。
炭治郎の背をみんなが押すシーンの何がえも怒っていると、煉獄の手が入っていることと、うずいの手がなくなった左手の方、他の人はみんな右手ってところ。あと残るは壺立てか、恋柱もいるから大丈夫だな。玄弥が心配だけど、果たしてどうかな。ぶっちゃけ壺の方がどうにかなる。反転具は本当に厄介。すごかったけど現場が3つ同時進行は30分じゃ時間足りないな。毎週1時間やれ。先週はところどころちょっとだれ気味で決めシーンもちょっと地味でしたが、今週は文句なしの神回でした。文句なしどころかさすがに抜鉄刀炭治郎覚醒シーンからの作画は原作超えてますね。もうここからの2、3体同時瞬殺シーンはかっこよすぎてマジで震えてましたよ。しかし UFO の作画力どうなってんだ。もう完全に映画だろこれ。甘露寺さん久々の登場で恋の呼吸も披露してくれました。あの肝金魚を一瞬で倒す様はやっぱかっこいい。でもこの人出てくるたびにブリンブリンの感じで出てくるから、正直それ目当てで出てきてくれるんだろうなって毎回期待してる私がいる。甘露寺さんの戦闘シーンはまだ序の口なんで、ここからの本格的バトルに期待できますね。お色気を存分に振りまいてほしい。一方時とうくんは気持ち悪さ第1位の鬼、ぎょっこと胎児、この人本と美形だよな。針刺さっててもイケメンですわ。あの人間トラウマタワーをそのままやってくれて胸クソだけどめっちゃグッジョブでした。エグさがめっちゃ伝わってきた。そこに静かにブチギレる時とうくんのノータイムツボ切りはかっこよかったです。玄弥が鬼化していたところで引きですが、やっぱりテンポ早いよな。どこまでやるんだろう。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。